今から富士山下らなきゃなんねえのか。遠いな。敵はいないのか。これは無駄な。先がまだ見えない。さすがに遠い。これちゃんと岩肌で火が隠れたら光が遮られたり。細かいな。こういうゲームがもっと増えてくれたらいいんだけどな。魂回収しながら行くのもめんどくさいよね。もうちょい。長かった。ちょっと装備しとかなきゃ。お、なんか色が装備できねえのか。よし、戻ってきた。からも長かった気がするんだけどな。そうでもないか。上上シャキーン。いいっす。はい、じゃあ。白は切れない。足だな。あ、無駄に食らってしまった。お、カゴ。桃か。三河へ生きてるのかい。そりゃまあよりはするが、近頃お気には化け物が出るぜ。え、行き。嘘かい。三河に行けんの。俺は戻る意味特にないからな。すまねえな、もう先約があるんだ。また今度声かけてくんな。でも今回の目的地には関係がないからな。あの温泉行ってねえよ。行くだけ行っとこうか。あるあ、いたいた。ちょうど回復もできるし。あ、誰かいる。トラ姫か。トラ姫。黙っていてすまぬ。お主にこっそりついてきたのだ。見ておったらわらわも入りたくなった。まもなく討ち入りじゃ。
仏様との約束もあとわずか。礼と言うても差し出せるものはもう何も持ってはおらぬ。夢心地のいいお湯じゃ、きっとこれは夢であろう。お主の望むことあらば自由にいたせ。夢なら何も不思議はない。何をしてもいいという許可が出ました。そんなんじゃねえんだ俺は。いや、言ったってしょうがねえ。仏が決めたことじゃな。で、何もできねえんだろこのヘタレが。黙っていてすま、守そ、このヘタレが。あれ、敵出なくなってるし。シャキーン、シャキーン、シャキーン。余裕だぜ。お、レベルも上がった。お、なんかある。いくらかよ。いくらは地上にいらっしゃダメ。行け前、落ちろ。よし、セーブ。キスケ様、キツネは犬神の激しい恨みのためクズ竜のある江戸城には近づけません。虎姫様とあなた様のご本懐祈るばかりにございます。何とぞ犬神をお鎮めくださいますよう。あんまりユズーさん役に立ってねえだ。よし、もう目的地。半言語、これ死んでも大丈夫になるんだよ。もうすぐ江戸だ。お、紫の幕つがあんじゃん。久しぶりに行けるかな。出ると思ったぜ。まだおらんのか。アイテム発見。下に行っても行けない。じゃあ上だ。お、温泉ある。おっと、アイテム。温泉、温泉。猿はどこだ。猿がいないぞ。お、いた。ほんと日本って温泉がいっぱいあるんだね。
端っこでしゃがむ。これでもう誰が入ってきてもバレずに覗けるみたいな。そしてのぼせるみたいな。何をやってるんだろう。カチン。よいしょ。大体これで終わるからな。よし、行くか。47、39しかねえや。絶対無理だろうな。牛蜜時の肝試し。おなんか飛んできた。マジか。折れた。3匹同時か。これ意味ねえな。お、跳ね返した方が強い。こいつと戦うの初めてだ。おもひめの方の敵かな。それほど強くはないけども、やっぱボスだからちょっとは面倒くさいな。あと1回分しか残ってない。よっと、基本飛んでりゃほとんどダメージ食らわねえ。強くねえな。巻き込まれた。回復しとかねえと。やべ、死ぬ死ぬ。ヒューが死んだ。そんなに強くはないけども、ちゃんとした感と、やっぱきついか。これが作れる。こっちよりもこっちの方が強いのかな。まだ力が足りない。先にこっちかな。なんか料理食べていこう。一時的に霊力が減らなくなる。これでいこう。正規も大量に入るし。ああ、うまい。今はこれがいらねえな。
やっぱり奥義は使いやすい方がいいな。どんな女？あ、これか。これじゃねえよ。そんな来るほどでもないな。普通のコンボが一番強いや。くらえ。よし。遠距離攻撃もできるし。いまいちこれが使えないんだな。おっと、食らってしまった。やら。よし。47もいらねえじゃん。びっくりした。まだ残ってる。ラスト。ああ、連続で戦えってか。一回で終わりかと思ってたんだよね。いや、もう一度倒した敵なんて。回復。ちょっと高すぎるか。当てらないことはないか。もう一回ぐらいありそうだな、これ。よし。もうこのまま勝てるだろう。よし、ちょうどレベルも上がった。あれ、終わった。
楽だったな。なんかもらえたぞ。敵寄せいらねえ。雑魚戦めんどくさいぐらいなのに。さっきのでこれも装備できるようになったんじゃないのかな。黄昏村正333。まだちょっと遠い。これ使いやすいな。これが使いにくいんだよ。これはタッチだから、うーんでいいかな。回復アイテムもちゃんと考えとかないと。もうあんまりないな。よっ。どこにどこにこんなもんでいいかな。